おはようございます。す。7月14 41日、午前9時41分。モーニングショットをお届けしたいいと思いますまず本日の売買方針でございますがドル円100桃円の4535で買い100桃円の20でストップ100桃円の7585での利食いユーロドルは1.1790、1.18ちょうどで売り1.1828でストップ1.174030での買い戻し ユーロ円は130円の4555で売りから130円の73でストップ130円の10ちょうどで買い戻しポンド円は153円ちょうど10で売り153円の35でストップ152円の4030で買い戻しタイドルは1.382838で売りから1.3855でストップ 1.377565での買い戻オブジ円は82円の6070で売りから82円の88でストップ82円のちょうど81円の90で買い戻しタイドルは0.746070で売り0.7490でストップ0.7410ちょうどで買い戻しを ニュージーランは77円の2535で売り77円の65でストップ76円の6050で買い戻しタイドルは0.697585で売り0.7015でストップ0.692010で買い戻しをイメージをいたしました昨日アメリカの長期金利が上昇して100桃円の65銭まで上昇でございまして やはり100桃円台前半はやはり買いでよかったんだなという意識が強くなりました、えー、じゃあ、これでみんなうまく買えたかというとなかなかそうではなくて、えー、下がってくると逆に売ってしまいそうなあセンチメントでもございましたし、えー、109円台を待っていれば買いそびれるといった状況でなかなかうまく買えてないんではないかなという気がしています上を買ったのは損切りだと思いますし、えー どうしてもその上ではロングにならず、戻り売りを売ってしまいそうな感じになるので、マーケットのショートがなかなか切れないと思います。したがって、そう簡単には落ちてこないのかなというふうにイメージをして、今日のところは4535で買ってみて、100円の20、昨のの日通しの安値を切ったら、もうそこでやめようかなと、そんな気がしております。利食いいいは円の手前という意味合いで、まあ75 85 ま9 0まで待たずにロングを一回リグってみようかとそんな,ようなイメージで現状は見ております。また本日何かございましたらぜひよろしくお願いしたいと思います。非常に簡単でございますがモーニングショットこれで終了です。